臨気核 50L ケグの内部構造ケグは、主にアルミニウム、鉄、木でできた、円筒状の容器である。通常は、ビールの貯蔵、輸送やサーバーとして使用されている。アルコール飲料や、ソフトドリンク、炭酸飲料や非炭酸飲料も、同様に、ケグに入れられている。これらの液体は通常は加圧されている。以前、ケグはクーパーにより作られる。 小さな木製のものであり、それらは釘や火薬のようなものを輸送するために使用されていた。ビール用毛具はほとんどがステンレス製で、それよりも一般的ではないがアルミニウム製もある。毛具は片面に一つだけ開口部があり、そこからもう一方の面に向かいスピアーと呼ばれる管が伸びている。毛具の線が抜かれてから取り付けられる継ぎ手により開かれる。 自動閉鎖式バルブがついている。ガスがビールをケグの外に押し出せるように、スピアーの先端にも穴が開いており、次手にはケグから出てくるビールやケグへ入るガスの量を調整するためのバルブが一つか二つついている。ビールを出すためにはケグを開口部がある面を上にしておかねばならない。ケグはカスクと対比されることがあるが、カスクには二つかそれ以上の開口部がありスピアーは、 ついていない。詳細は、損サイズを参照歴史的に、ビールソンの標準サイズは50ガロン、それに対して、ワインソンは32ガロンで、油損は42ガロンであった。年を経て、損の大きさは様々となり、各地の醸造所が異なる大きさの樽を使用することになった。二つの毛具の容量が同じ場合でさえ、毛具の形状と風船方式は異なっていた。 米国のほとんどの醸造所は14から16ガロンの1、2バレル、7から8ガロンの1、4バレル、5から6ガロンの1、6バレル単位でビールを販売している。ケグの大きさが標準化されていないことから、ケグを液体の体積用の標準物理単位として使用することはできない。個々の州や醸造所で使用されている様々な種類の大きさは、 米ガロンよりもメートル法を基準に使用している。上面中央に一つだけ開口部がある典型的な毛具、フル毛具は15.5メートルガロンソンであり、決まってハーフバレルと呼ばれる。クォーターバレルの容量は7.75メートルガロンである。一般的に毛具はソンよりも小さな容器であるため30ガロンかそれ以下である。米国ではハーフバレルや クォーターバレルという用語は、米国のビールソンが法律で31メートルガロンと同量ということが規定されていることから派生したものである。15.5メートルガロン入りのケグは以下のものとも同量である。しかし、ビール用ケグには様々な容量がある。ヨーロッパの国々で最も一般的なのは50リットル入りのケグであり、これにはメートル法のケグを使用していない英国も、 含まれている。英国で標準なのはメートル法でほぼ正確に 50L の 11A ガロンのケグである。ドイツ規格の DIN6647 から1と DIN6647 から2では 30L と 20L のケグも規定している。新しいユーロ規格ではドイツ規格のものより通常は太く背が低い形状の50、30、25、20L 入りのケグを規定している。 地域によっては容量をリットルではなくビールで表す方が一般的なところがある。標準的なビールの容量が 0.5L の地域では 50L 入りケグは100ビールとなる。標準のケグとして認められている規格は、ケグ用にはパーティポンプとガスタップという2種類の都出器具がある。パーティポンプは外気を利用したもので、これは最近と間違いなくビールを酸化させる酸素を ケグ内に引き入れることになり、ビールを濡れたボール紙のような味にさせることから、ビールの品質を低下させる。ケグでパーティーポンプを使用する場合は、ビールの味が低下する前の18-24時間以内に内容液を出し切ることが望ましい。ガスタップは通常は炭酸ガスを使用するが、ビールメーカーによっては混合ガスを要求しているところもある。ガスタップを使用するケグでは、 適温で1020日間まで保存できる。あらゆる加圧容器と同様に圧縮空気や炭酸ガスで適正な加圧がなされていてもケグは破損し、安い。タッピング装置や加圧レギュレーターには圧力放出装置が備え付けられていなければなりません。もしタッピング装置に詳しくなければ、小売店にご相談を、一般的に米国やオーストラリアのケグやビール容器は、 ビールを冷やしておくために氷や水の入ったバケツの中に置かれている。詳細は W ・コーネリアスケグを参照。コーネリアスケグはもともとはソフトドリンク業者により使用されていたもので、現在ではビールの貯蔵やサーバーとして特に自家醸造で一般的に使用されている。コーネリアスケグは最初 IMI コーネリアス社により作られた。 バックインボックス容器のような新しい技術が出現してくるとソフトドリンク業者はほとんどのコーネリアスケグの使用を取りやめた。現在、コーネリアスケグは趣味向けに作られている。グロール種のミニケグ、ミニケグは小売業向けに作られる 5LG ケグである。ブランドによっては株に重力を利用したとしつぐちや、ミニケグは通常は洗浄や再充填のために メーカーに戻されることはないが、アルミニウム製の毛具はリサイクルできるかもしれない。カナダでは、モルソンがミニ毛具のことをブッパと呼んでいた。その他のブランドの多くも同様だったため、現在のカナダではこの名称は超えるいケ毛具すべてを指し示す用語となっている。ある会社がモルソンとは何の関係もなく、米国でブッパ毛具という言葉を使い始め、それが 市場に現れ始めるとこのことが混乱を引き起こした可能性がある。ビールボールやパーティーボールという別の種類のミニケグもあり、この使い捨てのプラスチック製ボールは通常5.2ガロン、約5512液量オンスのビールが入るが、より小型の3.8ガロン入りのものもある。ケグと同様にボールからビールを注ぎ出すにはタップが必要となる。もう一種類のケグは、 ワンウェイケグというもので、現在では世界中のほとんどの地域で使用されている。オーストラリアで発明されたワンウェイケグであるエコケグは、ほとんどが再利用可能であり、構成、ケグよりもかなり軽量である。30リットルと38リットルの2種類の大きさがあり、外装はプラスチック製か強化されたボール紙製のボックスケグのみ、市場に流通するこの他のワンウェイケグは、 キーケグとシェーファーアルミニウムケグがある。クォーターバレル、より一般的には、ポニーケグとして知られるのが約7.75、US ガロンの液体が入る、ビール容器である。これは、標準のビール用ケグの半分の大きさであり、1、4バレルと同量である。12液量温水リコップの、約82桜月分である。ポニーケグの外観は、フルサイズのケグと似ているが、 人力で運ぶのははるかに容易である。しかし、購入した場合に、デポジットが必要、注ぎ出すにはタップが必要、相応の量のビールが残っている場合に運搬が困難といった、不便な点も大きなケグと共通である。こういった欠点はあるが、中規模なパーティーで安価にビールを調達するには、ポニーケグは、重宝する。シックススバレルケグは、 ハーフバレルよりも小型のケグを使いたいと望む多くの企業や醸造所により選択されるようになってきている。シックススバレルケグの大きさと内容量はコーネリアスケグと同じである。専用床面積が小さいことから小売業者は狭い場所により多種類のビールを置くことができ、ハーフバレルと同じ床面積を必要とするクォーターバレルに早々と取って変わった。 大きさ以外では、シックススバレルケグは、フルサイズのケグと非常によく似ている。アイルランド、ボートラースのパブの店先に並ぶ88パイント入り、ケグ英国とアイルランドでのケグの供給体制は非常に変わっており、ケグのカップラーは大部分が標準化されている一方で、ユイクやユータイプのものもいくつかは残っているが、これらはごく稀である。ケグ自体は、 高性のものとより、軽量なアルミニウム製が増えている。標準的なケグの容量は11映画ロンで、大部分のケグ入りビールは、この大きさで供給されている。より小型の 30L 容量のケグも通常は少量、生産やヨーロッパ大陸製の高級ビール向けに、使用されている。ケグの製造業者のいくつかは18映画ロンと22映画ロン容量のケグも生産しているが、これらは、 その大きさから人力で取り扱うことが困難なために大きなイベントや回転率の高いバーでのみ使用される傾向にある。非常に大量のビールを販売するバー用に36映画容量のケグもあるが、その巨大な大きさのために動かせる人がほとんどいないために現実的な選択とは言えない。詳細は W ケグレジストレーションを参照2005年時点で 米国では21の州と多くの地方自治体でケグに関する法規が存在する。この法規はその対象を意図する目的、どれだけの強制力を持つかという点で非常に多岐にわたる。すべての主要なビールメーカーは社内でスピア付けケグを使用している。ありがとうございます。